本日は遠く栃木からお越しいただいた方もいらっしゃいます。そしてお問い合わせをいただきながら随分お断りしてしまいまして大変申し訳なく思っております。幸いなことに今日はピースムーブ横須賀さんのご協力を得まして、ツイキャスというんでしょうか、同時中継をさせていただいておりますので、お断りした皆様がご覧いただければよろしいかなと思っているんですけれども、申し遅れました。私はストップ秘密保護法神奈川のメンバーの中西と申します。至らぬところが多々あると思いますが、今日はどうぞよろしくお付き合いくださいますようお願い申し上げます。今日、お話をしていただく小笠原みどりさん、朝日新聞社会部を経て現在はカナダのクイーンズ大学大学院博士課程にご在籍でいらっしゃいます。日本人として初めてスノーデンにインタビューをされた方ですよね。その、5回にわたってサンデー毎日に掲載されましたので、この中の皆様もご覧になった方がいらっしゃったと思います。でスノーデンが小笠原さんにインタビューに応じた、やはり小笠原さんがこれまでのご実績があり、そして人物にも確信が持てたからだと思います。そのあたりのことも含めて今日はお話ししていただきたいと思います。で今日はとても長い題なんですけど、今スノーデンの告発が私たちに警告する中身とは、反監視の世界潮流に逆行して進む日本の監視社会というと題してお話ししていただきます。ご講演していただく時間なんですけれども、今から90分間15時35分までお話しいただき、その後引き続き16時15分まで40分間質疑応答に入りたいと思います。そしてその後4つアピールをしていただき閉会とさせていただきます。その間2時間半ほどトイレ休憩といいます、休憩なしで進めさせていただきますので、途中もしご必要でしたら随時お立ちいただければと思います。で最後にお願いございます。一つは携帯なんですけれども、マナーモードしていただくか、あるいはお聞きいただきたいと思います。そしてもう一つは、今日は動画とツイキャスがございますので、もしお顔が映りたくないなと思われる方は、こちらを皆様にお配りさせていただいていると思いますので、どうぞ目立つところにこれを貼っていただくということでお願いいたします。それでは早速小笠原さんにお話しいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は本当にお招きいただいて、集会後が暑い中ですね、ご準備くださった皆様に感謝します。ありがとうございます。小笠原みどりです。それから今日は本当に日曜日のですね、貴重な時間をこの問題に皆さん関心持ってくださって、こちらにご足労いただいたことをとても嬉しく思っています。ありがとうございます。では私はですね、ちょっと簡単に自己紹介しますと、横浜市生まれで、23歳まで、1年間の交換留学でアメリカのオレゴン州というところに行ったのを除いてですね、ずっとアメリカで横浜で生まれて育ちました。でこの県庁とかですね、この界隈も本当に懐かしいエリアで、多分何年ぶりかじゃないかと思うんですが、県庁の社会科見学に来たのが小学校の4年生ぐらいかな。でこの開校記念館ももちろんその時あったので、ここを入ってこの建築とかですね、いろいろ見たような思いがします。でもなんかまさか自分がここで話すことがあるとは思わなかった。悪いことでもしない限りですね、ここで立って皆さんの前にお話しするなんてことはないと思っていたので、今日はなんかとても自分のなんとなくゆかりのあるような場所で呼んでいただいてとても嬉しいです。じゃあ早速話を始めたいと思います。
見えますかね、後ろの方、大丈夫でしょうか。今日はこの、お手元、皆さんのお手元にもほとんど同じ私の話のこう骨子がですね、配っていただいているんですが、私の方は画面でそれをご紹介しながらお話ししていきたいと思います。今中西さんにもご紹介いただいているように私は今年の5月の中旬に、エドワード・スノーデンにインタビューしました。で、その経緯なんですけれども、私はもともと新聞記者を11年してたんですが、その間に1999年の盗聴法、それから、住民基本台帳法案の改正で住基ネットができるというような、いろいろな重要法案が重なった夏がありまして、その時に盗聴法の取材から、監視問題に、関わるようになってきました。で特に盗聴法の方はですね、まだ分かりやすかったんですね。国が市民の、電話通話を盗聴する、盗み聞きするということ自体はすごく分かりやすかった、それイコール監視であるということは分かりやすかったんですが、住基ネットの方はこれはなんか自分でもちょっとよく分からなかったんですね。当時はっきり反対したメディアもなかったと思います。賛成ではないけれども、便利かもしれない、国がその人々の名簿を持ったり、番号を一律につけてですね、でそれをデータを集めていくということに関しては、なぜ悪いのかというような批判が自分自身もよく分からなかったんですね。でそれでその国会で、法案が通った後にもずっと取材を続けまして、住基ネットの取材からかなり深く監視の問題について、どうしてこれが住基ネットがどうして監視に当たるのかとか、どういう悪影響が、あるのかというようなことを考えるようになってきました。でその関係で、カナダにいる大学の先生でデイビッド・ライアンという社会学者がいるんですが、このデイビッド・ライアンの、監視社会という本を東京の本屋さんで見つけて、でそれを読んでデイビッドに連絡を取って、いろいろコンタクトが始まっていってですね、それでカナダの大学院に行くことになったんです。でカナダに行ってからは今博士課程をやってるんですけれども、社会学部の中に監視スタディーズセンターというところがありまして、そこで他の学生とか先生とかと一緒にセミナーを開いたりですとか、いろんな活動をしているんですが、去年の、11月にスノーデンが、クイーンズ大学でインターネットを通じての講演会をしたんですね。でその前に3月にはトロントでもやっぱり同じようなイベントがカナダであったんですが、私すごく驚いたんですよ。スノーデンがそういう形で、2013年に NSA の監視システムを、暴露した後にまだこんなに登場してる、社会のいろいろな場面でということは私も知らなかったですし、3月にそのトロントの最初のイベントで中継、今日も中継していただいてますけど、中継でスノーデンのイベントを見て、なんかもう涙が出るほどなんか感動しちゃったんですね。なんかこの人がまだこう生きてて元気で、あれだけの内部告発をして命を狙われているような状況にある人がこうやって人々に直接語りかけている。でこれやっぱりちょっと伝えなきゃいけないと思い始めたんですね。でそういうニュースが日本の中に伝わっているとは思えませんでしたし、私も日本ちょっと離れているので疎くなっているんですけど、そういうニュースは聞いたことがなかったし、そもそもこのスノーデンが告発したことが日本とどう関係あるか、日本の人々、私たちにとってどう関係あるかっていうことは、なんかまだ誰もちゃんと説明してないんじゃないかなと思ったんです。それで11月の、クイーンズのイベント、には足をこの会場に行ったんですが、そこはもうすっごい熱気だったんですね。もう後から学部の若い子たちがどんどん来るんですよ。1000人ぐらい入る会場に1000人以上来ちゃって、何百人も帰らざるを得なくてですね、残りの人たちは、残りの1000人はまた中継で見たスノーデンの話というような感じでした。そこで私もいよいよもうこれは書かなきゃいけないという気持ちが募ってきて、でスノーデンの、弁護士 ACLU という有名な弁護士たちの人権団体がアメリカにあるんですが、アメリカ自由人権協会というところですが、そこの弁護士 のベン・ワイズナーさんを私の指導教官である
そのデイビッド・ライアンがメールで紹介してくれたんですね。でそこからずっと交渉が始まりました。これは 長かったです。まあ、後から考えると他の人と比べると私は待たなかった方かもしれないですけど、12月のクリスマス前に最初のコンタクトを取って、でそれから、ずっと待ってですね。で私ちょうどその時は大事な試験があって、大学院のそれをパスしないと自分の博士論文の研究が始められないので、その試験と同時並行で、まあ、企画こういう質問したいですという企画書を、まあ、英語で書いて送って、と同時に日本の出版社とこう交渉してですね、どこに発表媒体がどこになるのかということは、ベン・ワイザーその弁護士とスノーデンさんも知りたがってたんで、そういうことを片方で日本側と交渉しながら、片方で、彼自身をベンさんを通じて、交渉するということがずっとあって、で最後はですね、10日とか1週間5日前ぐらいに決まったんですよ。このインタビューができる、いよいよできるって。で私それまで誰にも話してなかったんです、当然なんですけど、実現するかどうか分からなかったので。でそしたらその監視スタディーズメンバー、センターのメンバーがみんなもうすっごい興奮してですね、喜んでくれて、もうそれはもうね、すぐにじゃあビデオカンファレンスルーム撮るかって、大学の施設を、これは私のインタビューしてる時の写真なんですが、彼はエドワード・スノーデンで、で四角の横の四角の中に写ってるのがそのクイーンズ大学のビデオカンファレンスルームで、右側が私で、左側はその、監視スタディーズセンター の同僚、まあ、リサーチャーなんですけれども、エミリーさんという人が私と一緒に、私は頼んでエミリーに座ってもらったんですね。それはエミリーは監視の問題については非常によく、全体的なことをよく知っている人ですし、あとも私の言葉の英語のサポートもしてもらいたいと思ったので、エミリーと私で座って、で、まあ、質問というか会話は主に私とスノーデンの間で、しました。で、最初の30分はもう本当に彼はもうコンピューターのエキスパートなんですけど、私はコンピューターが本当にダメなので、最初の30分はどうやってつないでいいか分からなくてですね、無謀さをしたんです。30分ロスしちゃったんですけど、でもその後カンファレンスルームのスタッフがもう死ねますって言ってくる時間まで2時間半話を聞くことができました。でその2時間半の内容を、サンデー毎日に5回の連載、最初3回書くはずだったんですけど、途中から反響が大きいということで3回目を書いてるときに4回目を書いてほしいと言われて、4回目を書いてるときに5回目を書いてほしいと言われて、もうこれ以上水増しできないんで6回目は書けませんって私が言って、で5回で勘弁してもらったんですけど、まあ、その分ですね、いろんな監視の彼と その会話だけではなくて、その監視問題がなぜどういうふうに問題なのかということを、まあ、後半ではより最初の方に比べてですね、詳しく説明できたかなとは思ってます。というのは大体の経緯で、インタビューをしました。ではまずその彼が暴露したですね、2013年に告発した NSA の監視システムとは何かということを簡単に振り返っておきたいと思います。これは皆さんの手元にもほとんど同じような内容の内容の紙を配っていただいていると思います。まず一つ重要だけど忘れられやすいこととしてですね、指摘しておきたいんですが、NSA の監視システムというのは、大テロ戦争下で作られた極秘のシステムである。これは秘密のシステムなんですね。それと同時に戦争のために戦争に役立つように、作られたシステムであるということです。で、いきさつを少し詳しく振り返ると、9.11 の攻撃の後に、9.11 の後の、まあ、対テロ戦争をブッシュ政権が、始めるというふうに決めてですね、アフガニスタンやイラクを、攻撃していく、その時にブッシュ大統領が NSA、アメリカの国家安全保障局というところに、極秘裏に国内の通話を録音していいと、収集していいっていう権限を与えたんですね。でそこからその後に、いわゆるフェイトリアットアクト、愛国者法というものが、成立して、その後は
愛国者法を拡大解釈するような形で、これも国費にどんどんシステムが大きくなっていく。だからまず最初に、議会の法律があって、あるいは議論があって、こういうシステムが作られるって決めた、作られるというふうに決められて作り上げ始めたのではなくて、大統領が、まあ、極秘のうちにある行政機関に、まあ、軍の一部なんですが、政府が権限を与えて、そしてそれが人々の知らない間に肥大化していった、ということです。でこの NSA という機関はですね、長い間謎の機関というふうに言われていました。もともとは第二次世界大戦中の暗号解読をしていた米軍の中の部署が戦後1952年に NSA として発足したということなんですけれども、これは国防長官の直属の諜報機関なんですね。他にも NSA よりもっとよく知られている諜報機関として CIA というところがありますが、 CIA はまあスパイ映画なんかでも多分聞いたり見たりする機会が皆さんもあるかと思うんですけど、 NSA の方は随分長い間 No such agency って言われる、そんな機関はないって言われてたぐらい、まあ、何をやってるかよく分からなかったところなんです。だからある意味ではスノーデンがした告発っていうのは、その NSA というものが存在し、そして何をやっているかっていうことを、その活動自体を明らかにしたというふうにも言えると思います。でこの NSA は本部はメリーランド州というところにあるんですけれども、日本ほか、世界の協力国の各地に、まあ、外部施設といいますか、施設を持ってます、拠点をたくさん持ってます。で日本 の NSA はですね、これはスノーデンからのインタビューで分かったことなんですけれども、米空軍領土の横田基地の中にある、そこにということが分かりました。で、それ以外にもですね、横田だけではなくて主要な、監視の拠点となっている米軍基地として、横田、それから横須賀基地、米海軍の横須賀基地、そして、米空軍の青森県の三沢基地、それから、沖縄にはたくさん基地がありますけれども、キャンプハンセン、嘉手納基地、こういうこの5箇所が、これはオーストラリアのある研究者の研究で今一番大きな施設を持っているということが分かります。でそれともう一つですね、アメリカ大使館ですね。これ基地だけではなくて、アメリカの大使館も諜報の任務、そういう特殊工作をする人たちがいて、でかなりの、装備がそこにはもう備え付けられているという話を私はこの5月にバルセロナの会議に行ってきたんですけど、監視関係のやっぱり会議だったんですが、そこでこの NSA の前身ともいえるエシュロンという盗聴システムがあるんですけど、そのエシュロンの盗聴システム、一番最初からずっと取材してきたダンカン・キャンベルというイギリスの有名なジャーナリストがいるんですが、このダンカンさんと会う機会があったんですね。でダンカンさんに今私は無知なのでいろいろ日本の監視がどうなっているかということを聞いたんですけど、そしたらアメリカの大使館の住所はどこだっていうから、私住所まで覚えてないんで、東京の霞ヶ関とかの辺の近くだって言ったら、パパパパパって自分の爪痕を見つけるんですね。で今 Google から、空港写真がありますよね、航空写真が。で、まさに監視、これも監視なんですけど、それをバーッと拡大してですね、このアメリカ大使館のこの屋上にあるこの白いの、これが監視のシステムだって言うんですよ。で確かめはないんですけど、でもそれでパパパパって今度はイスラエルにあるアメリカ大使館の写真がこれと一緒だって言うんですよ。で特にですね、夜のなんか サーモス熱を発してる、その機械が熱を発しますよね。サーモスの写真を撮るとそれがはっきり分かるんですよ。夜間でも人がいなくてもずっとその機械がスーパーコンピューターみたいなのがずっと動いてる、そういう写真を彼はベルリンの写真も撮ってたかな、ベルリンとか、そうですね、イスラエルですね。友好国って言われているような国なんですよね。でそういうその友好国、同盟国って言われるような国でも、
そういう大きな監視の設備を設置して、アメリカは監視を行っている。その国だけではなくてですね、その周辺地域も含めてだと思うんですけれども、そういうその、米軍基地、それからアメリカ大使館は、監視というのが、まあ、一つの、まあ、ある種公的な任務になっている。で、そのための人間が配置されて、そのための予算がかなり割かれている。ということは一つインタビューから私が改めてというかほとんど初めて驚きを持って知ったことでした。特に基地の方はですね、私たちは基地問題というと国米軍の基地が戦争に直結していることは確かで、ここからですね、アフガニスタンに日本からアフガニスタンに飛行機が飛んでいったりとか、アメリカから沖縄から爆撃機が飛んだりするわけですよね。そういう直接的な戦争との関係、それから戦争の訓練、特に沖縄 のマリーの施設なんかそうですけど、訓練に使われてるんですけど、それだけではなくて監視もまた現在の米軍の主要な任務の一つになってるんですよ。つまりそれは本当に戦争と表裏一体で、戦争っていうその一つ大きな構造の中で、この NSA の監視システムもどん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 テクノロジーがですね、その先導する立っていく役割を果たして、人々の知らないうちに大きくなっていったという背景があります。で、その NSA システムがじゃあ今までの監視とどう違うか、CIA も今まで監視をしてきましたし、各国というか諜報機関を持っている国はアメリカだけではないんですが、それを一言で言い表すとしたら、それはこのコレクト・イット・オール、全てを収集するという言葉に表されていると思います。消えちゃったの、すいません、コレクト・イット・オールがここに入れといたんだけど消えちゃったの。ですね、ちょっとこれがこうちょっと小さくて申し訳ないけど、これでちょっとご説明します。ノー・イット・オール、全てを知る、そしてコレクト・イット・オール、全てを収集する、そしてプロセス・イット・オールは全てを情報として処理する。で、エクスプロイト・オールっていうのはそれを利用する、全てを利用し、そして最後パートナー・イット・オール、全てをパートナーにする。そういう形で、まあ、世界中の、情報、特にコミュニケーションですね、私たちが、送信し合う E メールであるとか、携帯電話での通話とか、ビデオチャット、全て、本当に全ての情報を集めるっていうのが、これが全く新しい新方針なんですね。で、それまでの監視っていうのは、この人が怪しいとか、この情報が欲しいとか、ある程度の容疑や容疑者というものがあって、その人たちが、まあ、集中的な監視のもとに置かれるというような方法が、まあ、繰り返されてきたわけなんですけれども、このブッシュ政権下での新しい諜報方針というのは、もう世界中の情報を集められるものを全部集めると。で、そのために全ての通信機器を利用するし、全ての人たちを、人とか国や機関をパートナーにしていく、そういう新しい方針なんですね。で、ほとんどもう、まあ、こんなことは今まで考えついてもですね、不可能だったし、もしかしたら多くのその権力者ですね、独裁者と言われるような人たちはこれをしたかったのかもしれませんけど、まあ、物理的に不可能ですよね。人の頭の中で考えていることや、人おしゃべり、個人的なおしゃべりを全部収集する。でも、ある種そのこれだけインターネットが普及して、携帯電話が普及して、それがもう人々の手放せないツールとなって、浸透していくと、そこを抑えれば大抵のことは分かると。人間が何を考えているか分かるということになって、その、まあ、技術的な能力があればこそ、こういうその古代妄想的なですね、情報収集をしようという、まあ、欲望が生まれてきたというふうに見えると思います。で、今のですね、なんかちょっとこの GCHQ、ここの パートナイトオールというところに Work with GCHQ, Share with me Sawa って書いてあるんですけど、これは GCHQ っていうのは、イギリスの NSA みたいなもので、イギリスの諜報機関なんですね。で、この NSA はいろんなところに協力者、協力を持ってるんですけど、 GCHQ とは一番仲が良くて、もうほとんど情報を常に交換し合って、そして同じような戦略を立てています。で、
で、ここでは三沢で、収集した情報を GCHQ と、共有して、そして、まあ、同じように世界戦略をやっていくと、いうことが書かれています。だから日本、三沢というのは日本ですよね。で、三沢にはですね、三沢は長い間の衛星通信の主要拠点というふうに言われていて、皆さんももしかしたらご覧になったことがあるかもしれないんですが、大きなゴルフボール、巨大ゴルフボールのような形をした衛星受信機がいくつもあるんですね。で、それも本当、3年前に使ってほしいなと思ったんですけど、米軍基地の写真というのがいろいろ許可が厳しいらしくて、載せられなかったんですが、まあ、でもインターネットで見たら、すぐそういう写真が出てくるんですけど、その大きい巨大ゴルフボールのような衛星通信を使って、三沢では通信傍受をやってるんです。で、その三沢で撮った、情報を、三沢だから日本と共有するとかじゃないんですよね。それはやっぱりイギリスなんですよ。自分の一番の仲間はイギリスなんです。だから、まあ、日本で撮った情報をイギリスとシェアして、一緒に使っていくっていうことが書かれています。で、この文書自体ですね、これトップシークレットで、一番上のところに、シークレットって書いてあって、USA、オーストラリア、カナダ、それからグレートブリトンですね、この次の、略は、そしてニュージーランドというふうに書いてあるんですけれども、これはいわゆるファイブアイズと呼ばれる英語圏の国々、英語をしゃべる国々とは、GCHQ の次ぐらいですね、頻繁に情報交換をして、いるということです。この文書もスノーデンが初めて明らかにしたものです。では、どういう手段で、情報を実際に、盗んでいるのかと言いますと、一番大量に摂取できる方法としてスノーデンが挙げたのは、国際通信ケーブルやサーバーなどの情報通信インフラに直接侵入し、情報をコピーして NSA のデータベースに転送する。最も大規模な、これが収集方法であるというふうに言ってます。これはですね、例えば国際通信ケーブルというのはですね、日本とアメリカの場合だと、これ太平洋ですね、こっち側が日本や韓国や中国があって、向こう側がアメリカの西海岸になるんですが、これは国際通信ケーブル、トランスパシフィックケーブルっていう、トランスパシフィックエクスプレスっていう名前の、国際ケーブルで、海底を通ってる光ファイバーです、通信ケーブルです。で、こういう国際ケーブルを作るときは、各国の、通信会社がお金を出し合って国際事業として建設するんですが、日本からは NTT ドコモで、アメリカ側からは、AT&T、それからベライゾンという、アメリカの NTT みたいなですね、大きな通信会社が、共同でこれを作ってるんですね。で、こういうケーブルができたときに、アメリカ側の上陸地点に、どこも全部そうなんです、これ上陸地点がこうポイントされてるんですけど、上陸地点に陸揚げ局っていう、施設を作るんですね、通信会社は。で、その陸揚げ局の中に、スノーデンの話によると、政府は、認可してあげるんです、認可を出さなきゃいけないんですね。その認可を、企業側からの申請があって、認可を出すときに、この施設の中に自分、部屋を一つ用意してほしいと。で、ついては、その部屋の中にケーブルを引き込んで、この陸揚げ局から上がってくる、海底ケーブルから上がってくる情報を、全部自分の部屋の方に流してほしい、コピーしてほしい。で、それを自分たちのデータベースに入れると。だから一旦、その設備ができるとですね、あとは人の手を介さないでも、どんどん大量の情報が入っていくんです。1日に、何千万、そしたら、1ヶ月ですね、何十億っていうメールの数とか、電話の通話記録っていうものがここを通っていきます。で、これは、これはトランスパシフィックエクスプレスっていう、ケーブルですけど、太平洋の間にもっともちろんたくさんのケーブルが通ってます。で、大西洋側もいっぱい通ってます。要するに世界中たくさんケーブルがあって、そのケーブルの、アメリカ側の上陸地点にこういう施設をもうできるだけ立てて網羅するっていうのがアメリカの方針だったんですね。で、ここが最も大量にかつ自動的に、情報を摂取できるチョークポイントっていうふうにコード名で呼ばれている。チョークっていうのは窒息ですね。こう詰まっちゃう。そのチョーク、私たちの情報がこう
両沿岸ですね、太平洋側と大西洋側に何箇所もあり、で、今言ったようにほとんどのことは全部まあ、本当極秘なんですよ。だから全部コード名と言われてるんですね。でこの図の中でも上にストーンブリューって書いてあるんですが、これがストーンブリューっていうのがこの、プログラム名、この登場監視収集システムのプログラム名、そしてブレケンリッジっていうのが、アメリカ側の西海岸の、チョークポイントの名前です。まあ、だから一見見るとですね、地名みたいに見えるんですけど、何のことやら関係者以外が見ると全くわからないんですよね。で、私これを見て、これは確かニューヨークタイムズの記事の中から、まあ、これもスノーデンが告発した、明らかにした文章の一枚なんですが、そこにあった情報と、まあ、ちょっと別にいろいろ調べまして、こちら側、アメリカの西海岸のどこかってことを知りたかったので、調べていたら、それはオレゴン州のですね、オレゴン州の北部にある、ヘドナビーチっていうところに、陸揚げして、上陸していて、そしてそれから何キロか内陸側に入ったヒルズブローっていうところに陸揚げ局をエメライゾンが設置しているということが分かりました。まあ、なのでここだけじゃないんですけど、私たちのチョークポイントは、まあ、ここでかなり大量の情報が日本からの通信という意味では日本だけじゃないんですけどね、韓国や台湾や中国からのものも全部ここ通るんですが、ここで接収されているということは少なくとも言えるのではないかというふうに思っています。国際通信っていうとですね、なんかこうアメリカに友達がいたりとか仕事でアメリカの会社と、なんかやり取りをしたり、日本の企業の出先と通信をしないと使わないかのように思いがちなんですけれども、実はインターネットのシステムっていうのはもともとがアメリカの軍事技術として始まったものなので、インターネット自体がやっぱりアメリカから広がっていった技術なんですよね。でご存知のようにそのシリコンバレーって言われるところにはもうたくさんの IT 企業があってですね、Google とか Apple とか全部シリコンバレー、カリフォルニアの中に本社を持っている会社です。でこういう会社が、がサーバーを持っているので、例えば Google の Gmail、それから、Yahoo のメールアカウント、あるいは Apple のソフトウェアを使っているとか、そういうことで、別にアメリカにわざわざ送りたくなくてもですね、私たちの情報がそこを通過するっていうことは本当に頻繁に起きていて、まあ、一説によると世界の情報の8割がアメリカを通過する、これは日本を含めてですね、ヨーロッパも、インターネットが普及している地域の、ほとんどの情報はアメリカを通過するというふうに言われています。だからこの技術の発展の、まあ、仕組みを利用してアメリカが、世界中の情報を今把握したいと思っているということです。そして、次ですね、その直接インフラに直接侵入するということの次に、大手インターネット IT 企業9社のサーバーから情報を転送させる。でこれはプリズムというふうに呼ばれているプログラムで、スノーデンが2013年に告発したときはですね、これは多分最も反響を呼んだというか、もうみんなを驚かせた、プログラムじゃないかなと思います。というのは、私たちがこう普段メールの送信とか送受信とかしているときにですね、国がどこで一体関与するのかと、やり取りは、システムは別に日本政府から提供されたわけでも、アメリカ政府から提供されたわけでもない。民間が持っているものだから国が管理しようがないじゃないかと。でも実はそういう大手のインターネット会社が、表面上はプライバシーが大切です、お客様のプライバシーを厳重に守りいたしますと言いながら、裏ではアメリカの政府にたくさんのユーザーの情報を提供していたということが、まあ、世界中の、人たちの怒りを呼んだわけです。でこの大手9社というのはですね、この図にこれはいつから各企業が NSA に協力するようになったかという年度が分かる図なんですけれども、これも内部資料です。これトップシークレットですね、一番端に書いてありますけど、
しない内部、文書。一番最初はですね、2007年にマイクロソフトが協力し始めた。そしてヤフー、で、グーグル、フェイスブック、パルトーク、YouTube、スカイプ、AOL、そして一番最近になって2012年にアップルが協力するようになっていて、で、これは最初から各企業がですね、喜んで、協力したかどうか、は、そこまではよくわからない。企業によってはですね、ツイッターとかはやはり位置情報とかが直に分かるシステムなので、この NSA からの協力を拒んだっていう話も聞いたことがありますし、あるいはアップルなんかも多分最後の方まで抵抗してたのかもしれませんけれども、まあ、最後には協力するようになっている、まあ、最初は大体やっぱり拒絶らしいです。で、その後、やっぱり二度三度というふうに、政府側から要求されると、先ほども言ったように許認可の問題があるんですよね。アメリカはで日本で通信事業をやるときも、アメリカで通信事業をやるときも、企業は政府との関係では通信の許認可が必要なんです。建物一つ、鉄塔一つ建てるのも。で、その許認可を取るにあたって、政府側から協力を求められれば、それに応えればビジネスの拡大、あるいは利益の増大に直接つながるわけです。それを断ればビジネスはどんどん縮小していくわけです。だから、そういう意味でスノーデンのこれは言葉なんですが、非常にその経済的に自然なインセンティブが働いていると。企業の側が、国からですね、ものすごい押し付けられて、いや、もう嫌で嫌でたまんないんだけど、その法律の力によって強制的に提供させられている情報をというよりは、これに協力すればビジネスはうまくいくし、ネットワークはもっと広がるし、お金はどんどん入ってくると、そういうその自然なインセンティブ、経済的な利益の中で、各、IT 巨大企業が、どんどん協力するようになっていっているということが、このプリズムという、プログラムから分かりました。で、次は、ハッキング、ウイルス感染によってコンピューターを乗っ取る。これはですね、ターゲットにしたコンピューター、このコンピューターがこのコンピューターですね。これに、ハッキングをかけたり、ハッキングチームというのが NSA の中にいて、で、マルウェアを感染させて、そこから、このコンピューター上で何をしているかということがもうリアルタイムだと。キーボードを叩けば何を叩いているかも分かるし、画面、いろんなところのウェブサイトとかを見ると、それも全部リアルタイムで分かる。そういうことがもう技術的には全く可能になっているし、すでに10万台以上の、コンピューターをそういうウイルスに感染させている、ということです。あ、これはスノーデンの告発をですね、最初に報じた、ジャーナリスト、アメリカのジャーナリストの、グレン・グリーンウォールドという人がいるんですけど、グリーンウォールド の本の中から私がこれまとめたものなんですけど、その本の中にはもう少し詳しいことが書いてあります。そして、次が外国政府との協力ですね。これが先ほどお話しした英語を話す国々、ファイブアイズをはじめとする、各国の機関からと情報を、ないんですけど、誰か取ってちゃったのかしら、ね、操作されてるのかしら、すいませんね、ちょっと小さくて見えない、見にくいかもしれない。ここのセカンドパーティーズというところが、いわゆるファイブアイズ、最も密に協力するところですね。こちらは NATO とかで国際機関ですね。そして、サードパーティーズって書いてある、ここに、日本、韓国、ポーランド、ハンガリー、インド、チェコスロバキア、デンマーク、まあフランス、ドイツもちろん、そういういろいろな、まあ、アメリカの同盟国とか友好国っていうふうに言われている国々が入っているんですが、ここは協力国であると同時にですね、盗聴もされるんですね。アメリカからは大規模に盗聴をされている国々がここに入っています、まあ、だから協力国って、まあ、アメリカの側からすれば協力国なのかもしれませんけど、まあ、この国々にとってみればこれは被害者リストみたいなものですね。この国々は盗聴もされている、旧西側諸国がまあ中心とする、台湾とかですね、スウェーデンも入っています。で、最後が、
ほどのその外国の政府から、まあ、の取った情報を、お互いに交換する。これはですね、ちょっと多分後でまたもう少し詳しく話できる場面があるかもしれないんですけど、諜報機関っていうのは、どこの国でも自分の国の市民を諜報するのが一番法律上は難しいんですよ。これはやっぱり民主主義的な制度の下では、市民というのは主権者なんですよね。有権者は主権者なんです。で、その主権者を国家が監視するということは、これは直接的な基本的人権の侵害に当たるので、これはほとんどの国、民主主義国家といわれるところの、憲法ではですね、これが禁じられています。で、それになので、逆に言うとですね、外国籍の人たちは非常に盗聴しやすいです。だからいいってことじゃないんですよ。いいってことじゃないんですけれども、ほとんどアメリカの少なくとも法律の仕組みの中では、外国人を盗聴することは、アメリカ市民を盗聴することに比べてずっと簡単に盗聴ができるようになっているんです。で、だからですね、そういうわけで、アメリカ政府が日本の市民を盗聴することは、アメリカ政府が日本、アメリカの市民を盗聴するのにずっと簡単にできる。そういうわけで、各国政府は外国の市民を盗聴して、その情報を交換し合うんです。スノーデンのように本当に野球カードのように、野球選手が書いてあるカードを子供たちが交換しますけど、ああいうそういう野球のカードのように情報をそうやって交換し合うのがすごい好きだって、言ってました。で、それはなんかもう遊びのようにそうやっていろんな情報を交換するんだけど、実際にはそれはね、そのカードの上に載ってる、名前が載ってる人にとっては本当に命をやり取りされてるのに近い、そういうなんかもう遊びのような、ゲームのような、諜報機関同士のやり取りがあるという話をしていました。で、最後がですね、ネットワーク機器に監視ツールを埋め込んで輸出する。これはルーターとかサーバーとかですね、カリフォルニアから輸出されていくいろいろなネットワーク機器、シリコンバレーの大きな企業がですね、輸出していきます、各国に。で、その、ネットワーク機器を、定期的に空港などで押収して、その中に、監視の、チップとかですね、そういうのを埋め込んでいくって、まあ、気づかない、まあ、その行き着く先が分かっているときもあれば、まあ、それがまた別の人の手に売られるということがありますから、必ずしも狙い定めたところに行くとは限らないんですけれども、そういうそのもう本当手作りの、盗聴工作も行われているということです。で、スノーデンのですね、私がまあインタビューしたことからいくつかまあ、たくさんの問題が NSA のシステムについてはたくさんの問題があるんですけれども、インタビューから、まあ、彼が強調した点を含めて、問題点として今日はいくつかを絞ってお話ししたいと思います。まず一つはですね、まあ、こういうその巨大な世界中に張り巡らされた国家か世界中に張り巡らされた、監視網、国際監視網、世界盗聴システム、そういうものが民間企業の協力なしにはありえない、システムになっているんですね。まあ、だからこそ私たちも気づくのが遅れたとも言えるかもしれません。今 の分散複合体、これはアイゼンハワー大統領が使った言葉ですけれども、はボーイングとかですね、三菱とかも武器作ってますけど、そういうその武器を作ってる産業、ハードな産業だけではなくて、ちょっと一見なんかすごく平和地区に見える、こういうコンピューター産業であるとか、あるいは、ゲーム作ってるとかですね、データの解析をやってる会社とかですね、そういうソフトウェアを扱っている、IT 企業がもう本当に産業の、分散複合体の産業の中心部に位置するにまで深く関与しています。で、経済的インセンティブがそこには先ほどお話ししたように働いてまして、アメリカの軍がお得意様ならですね、お金がバンバン入ってくるわけですよ。で、これは日本の重機ネットとか、このマイナンバーという共通番号制もそうだと思うんですけど、重機ネットでも散々言われたんですけど、これはもう IT、公共事業だと、EC とか東芝とか、そういう大きなシステムを請け負った会社は、絶対取りっぱぐれないわけです。
しかもあのすごく巨大なシステムを作るわけですね。各自治体全部にデータベースを設置する。で毎年維持費が1000万とか確実に入ってくるわけです。あの各自治体ですよ。でそれと同じように、アメリカでも軍の、技術、部門と、深いつながりができればもう毎年毎年、まあ、大きな事業を受注できるわけですし、なおかつですねこのあのちょっと調べていくとやっぱり技術というものはあの本当に戦争が大きな契機になっているんですよね。新しい技術が出てくる。でそれはインターネットも先ほどお話ししたようにそうですし、飛行機、それからタイプライターとかですね、あるいはビデオとかですね、あのいろいろな現在では必ずしも戦争には使われてないのに、なんか使われていない技術が実は戦争を契機として莫大なあの国家予算を背景に開発されてきたっていう歴史的な背景があるんです。で、あのそういう意味でシリコンバレーは IT 産業は、国の軍の援助を受けることによって新たな、技術を開発することができる。実際ですね NSA は、どっかにあの書いたんですけど数字忘れちゃったんですけど、少なくともアメリカの数学を専門とする、学生、数学を勉強して卒業してくる大学生の最大の就職先なんですね。NSA に就職してるんです。それでそこでアルゴリズムっていってですね、あの、演算をコンピューターを使った演算を考えたりソフトを考えたりするわけです。どうやったらハッキングできるのか、どうやったら、人のコンピューターに侵入できるのか、回線が取れるのか、どうやったらみんなが気づかないうちに、情報を集められるか、どうやってその集めた情報を解析するか、そういうことはやっぱり数学者の知識なしには構築できなくて、でその人たちももう深くこの広いアメリカの分散複合体の裾野の中にどんどん取り込まれていく。そういうことがまあ一つスノーデンが明らかにした監視の全体像、まあ、これが全部とは言い切れないんですけど、もっとやっぱりもっと巨大なものがむしろ後ろには控えてるかもしれないですが、そこから一つ現代の監視のありようというのが複雑さですね。国だけではなくて、企業が深く関与しているということが言えると思います。それで次にですね、彼がインタビューの中で強調していたことは、監視システムはこの間テロを防ぐためって言って成長してきたんですね。でそれは対テロ戦争 9.11 の直後から始まったということを一つとってもそうなんですが、それ以上に、事件が起きるたびにですね、必ずもっと監視が必要だっていう声が出てくるんですよ。もうそれはもう大々的に、宣伝されます。で警察や軍やそれからまあ政治家、大臣たち自身の口からもっと安全にするためにもっと監視が必要だということが、まあ叫ばれる。でそしていつの間にかですね、セキュリティという言葉一つあれば何でもできるようになっているんです。ほとんどセキュリティの圧勝ですよね、今の世の中。そこで人権とか言い出す人はいないし、それが差別だとかいう反論もほとんど聞く耳を持たれない。セキュリティ安全、皆様のためですって言えばもう何でもできるぐらいのこの15年間の状況があります。で、ところがですね、ではじゃあ昨年からですね、ずっと続いている、フランスでの、様々な無差別殺人事件、どうして止まってないでしょうか。フランスの警察はですね、軍もデバースですね、もうすでに、強大な監視の力を手にしているんですよ。去年の、初め1月にシャルリーエブド事件というのがありまして、その後ですね、パリ襲撃事件が10月だったと思うんですけれども、その、シャルリーエブドの後にですね、フランスは、アメリカ版のペイトリアットアクトに該当するような、法律を作りまして、それによってほとんどあの国民の情報は何でも情報を収集できるような法律上の後ろ盾を得てるんです。でその後はですね、パリ襲撃事件の後はもう非常事態宣言が、3回、延長されています。最初は、まあ、これは非常事態というのはつまり、通常の法律とは違う、通常の法律が、守られている状態とは違うので、まあ、戦時下と一緒ですね。戦時下なので通常の人権上の配慮というのが取り除かれて、警察や、
軍部は、捜査という捜査のためという名目がつくことならほとんど何でもできるようになるんですよね。ですから令状なしの拘束、家宅捜索、逮捕、何でもできるようになるわけです。そういうすごい強権的な、テロを防ぐためということで、敷かれている、そのそれだけ広大な権限を持ち、それだけ情報を集める手段があったとしても、6月にニースでまた、無差別殺人事件が起きている。この事態をですね、役に立ってないじゃないかっていう声は非常にまだ小さいんですよね。で、そのことはもうスノーデンの言葉を借りれば、どれだけの命が犠牲になったらそのことが気づかれるのかと、事件はずっと起こり続けていて、テロを防ぐはずのための監視のシステムはそれを止めることは役立っていないと、すごいはっきりしてるじゃないですか。11月に、あ、そうか、だからパリ襲撃事件は11月だったのかな、11月ですか、11月に、スノーデン の講演が、クイーンズ大学であった翌日に襲撃事件があったんですね。だから私は本当翌日起きた時に、あ、またこれで監視を、ね、強めろっていう声がまたわーって出るんだろうなと思いましたけど、彼はやっぱりそのもう前日にこれはもう役に立たないって止めることはできないんだと、監視によって、ということを言っていたので、もう本当にもう予言した通りっていうかね、になってしまったなっていうふうに感じたのを覚えてます。で、まあそういうその批判が今まだやっとこう細い声ながら少し出てきたところかなと思うんですけれども、事件が起きるたびにですね、そういう実はですね、諜報機関とか捜査機関が事前にある種の情報を持っていたにもかかわらず、それを有効に生かすことができなかったっていう新聞記事が、ほとんど毎回出るんですよ。まあ、その大きい記事じゃないですね。だけど、スノーデン自身が私に指摘して見せてくれた新聞記事で言うとですね、ボストン、マラソン爆弾事件っていうのがあったんですが、ボストンマラソン爆弾事件の時には容疑者2人についての情報がロシアから CIA の方に行っていた。パリ襲撃事件の場合には容疑者についての情報がトルコ政府からフランスに提供されていた。そしてその後起きたブリュッセルの3月の、空港爆破事件では、その容疑者がパリ襲撃事件の容疑者と関係している人物で、フランス政府が目をつけていた。で、そういう情報が、事前に捜査機関の手にあったにもかかわらず、捜査機関はそれを止めることをしなかった、止められなかったのか止めなかったのか分かりませんけれども、その情報は足りてると、そういう議論が、まあさすがにこれだけ事件が続くとですね、AGC の中では議論として始まってます。で、一番最後の AGC って書いてあるのはこれガーディアンというイギリスの新聞なんですが、情報は足りていると、けれども足りなかったのは適切な対処、対応策ではなかったのかということを書いてます。そしてその後に、情報機関はこういう悲劇を利用して、監視を拡大して自分たちの権限を、強めていく、ことではなくて、むしろ自分たちの失態をきちんと検証するべきではないかと、なぜこれが防げなかったのか、そういう批判があっています。それともう一つは、スノーデンの告発を受けてですね、2014年の初めにアメリカの独立研修機関、これは大統領が選んだ、委員で構成される検証機関、プライバシーに関する検証機関が NSA システムのことを、 NSA システムが役に立っているかということを調べたんですね。で、大統領に選ばれているメンバーですから、必ずしも批判的な、ね、最も批判的な目で検証したとは言えないかもしれません。にもかかわらず、この人たちがはテロの捜査に NSA の監視システムが役立った具体的なケースは一つも発見できなかったって言ったんですね。で、そしてさらに新しいテロの計画を、発見するのに、役立ったケースも一件もなかったという結論を出しています。だから、身内からもですね、ある種の身内からもアメリカ政府内の、NSA のシステムがこれだけ膨大な情報を集めて、
30億、もう類似的だとね、なんか天文学的な数字になるような情報を集めて、ではそれをちゃんと有効に使えているのかって言ったら、スノーデンは現場にいた人なんで、彼の表現を見ると、本当情報の海の中に溺れてるんですよ。それはまあそうですよね。朝から、彼はオフィスに座ってですね、自分がその今日確かめようと思ってた人の情報を見るのに、その人のメールを全部見て、その人が前日閲覧したウェブサイトを全部見て、そしてキーストロークは何を打ち込んだかとかですね、そんなことを全部有効にその人間が解析できるということまでは NSM いないんですよ、人間が。そうすると多分世界の半分の人は NSM 職員になるわけなんですよね。半分の人は監視されて、半分の人はね、でそしたらこの半分の NSM の職員を残りの半分の人が監視するみたいな、で監視され、笑ってますけど、笑うことじゃないけどね、そういうことになってくるし、そんなの嫌ですけど、というぐらい現場の感覚で言うと、情報はもう山と海のようにあるけれども、それをさすがにそれを使うことは非現実的な現状だということだと思います。では、テロを止めることができないのに監視のプログラムはなぜ存続するのか、これはスノーデンの言葉ですけれども、答えは簡単です。テロ対策以外のことに役立っているから。これが、スノーデンの言葉でした。そしてそれはじゃあテロ対策以外のことに役立って何をやっているのか、このシステムを使って。外交スパイ、経済スパイ、これはですね、スノーデンの告発の直後には、いろんな各国のですね、西欧諸国の首脳が盗聴されているということがすべて発覚しました。例えばドイツのメルケルさんであるとか、ブラジルのルセフ大統領であるとか、その後はフランスの歴代大統領、今はオーランドという人が大統領ですけれども、そういう首脳のですね、携帯電話であるとか、あるいは官邸の電話であるとか、そういうものが盗聴されていたということがすぐに暴かれたんですね。でそして日本に関しては、しばらく静かというか分かってなかったんですけれども、去年の8月、7月、正確には7月の終わりなんですけど、初めて NSA が日本を大規模に盗聴していた、ということがウィキリークスの、公表によって分かりました。これはターゲット東京事件というふうに呼ばれているんですけれども、合計で35回線の、電話をですね、NSA が盗聴していた。どこの電話かというと、内閣府、経済産業省、日銀、このうち日銀の職員のですね、家の電話番号も含まれていました。それから、三菱ですね、四季業も含めて三菱の、三菱と三井のですね、エネルギー部門、石油関係ですね、こういう部門の電話番号も対象になっていたと。で、こういうこれを聞いてお分かりと思うんですけど、外交スパイであることは明確ですが、日本の経済に対して、やっぱりアメリカは知りたいと思っている。日本がどこと、エネルギーで関して言えば、石油をどこで確保し、ガスをどこで確保し、どこと取引をしているのかと、どれだけ利益を上げるのかと、こういうようなことに関心があって、表ではですね、日本は最高のパートナーだとかですね、アジアではね、一番大事な国だとかですね、もう何でも言いますけど、裏では全部聞いてると。そして、このターゲット東京、ウィキリークスが5枚の内部文書を公表して、皆さんもインターネットで見れるので、ご覧になったら分かると思うんですけど、本当にね、内容が読むと、なんかがっかりしちゃうような、どうでもいいことしか書いてないんですよ。で例えば、それはスノーデンも読んだみたいで、私との会話の中でも出てきたんですけど、さくらんぼの輸入っていうのがあるんですね。で、これはさくらんぼの輸入を、カリフォルニアからさくらんぼを輸入するために、農水省から検査官が行くんですが、輸入を許可するにあたって、安全性を確かめないといけないんですよね、輸入品ですから。でもその検査官が行って検査をすることで、輸入が遅れるから、アメリカを困らせないかってことに、すっごい神経をすり減らしてるんですよ。で、検査に行くのに、検査には行く、でも必ず輸入できるって、ね、
ってるんですよね、その中で。検査に、ね、検査行くっていうのは安全かどうかを、それによって決めるわけじゃないですか。にもかかわらず、必ず輸入はできるようにさせると。けれども、ちょっと1ヶ月遅れるから、すっごいアメリカ怒るんじゃないかなと思って、どうしようどうしよう、どうやったらアメリカを怒らせないで済むかしらとか、アメリカのご機嫌を損ねないでね、やれるかしらってことを、日本の官僚同士が、まあ、右往左往して心配しまくってる。その図を、全部アメリカに見られてるんです。そしてそこにははっきり書かれてるんですよ、fear って。アメリカ、この日本の官僚や政治家は、アメリカを恐れてるって。その恐れがって書かれてるんですよ。で、この恐れを見ることによって、アメリカは多分気持ちいいんだろうなって、私、思いました。だって、ニュースの価値として、新聞記者なんで、新聞記者の方もいらっしゃった、価値ないんですよ、こんなの。だってもう、まあ、盗聴してたってことは価値あります、報じる。でも、そのね、なんか人が右往左往して、まあ、まあちょっとした内幕ではありますけど、それ自体ね、何かアメリカとは違う政策を日本が打ち出そうとしているとか、なんかすごくオリジナルなことをやろうとしているとか、そういうことじゃないんですよ。もう政策はもう最初から決まってる、輸入は強化すると。だけど、ちょっと遅れる、そのね、格好をつけるために検査官を送るから、1ヶ月遅れるのちょっと恥ずかしい、相手がね、ちょっと嫌な顔するかも、嫌な顔されることが嫌なんですよ。ね、アメリカ人なんか嫌な顔されること全然気にしませんよ。日本の人はすっごい嫌な顔されることが嫌だから、ついね、こう笑ってもらおうと思って、いいことしちゃうのかもしれないけど、その構図を全部ね、上からこう見られてるっていうことが、まあ、恥ずかしかったのか、このターゲット東京事件が発覚したときに、経済産業省のコメントで新聞に載っていたのは、やっぱりか、思った通りだというコメントがあったんですよね。だから、まあ、見られて嬉しいのかなってと、私がアメリカ側ならそう思いますよね。あ、見られてるの分かってるんだ、この人たち見てほしいんじゃないかなって。どれだけ自分たちが従順で忠実で絶対に裏切らないお付きの、ね、人とかっていう、そういうことをまあ、なんかある種お互いにね、見たい側と見られたい側で、はい、どうぞなんかカップルになりましたみたいな感じ、なのか分かりませんけど、まあ、本当は嫌だって言いたいのかもしれませんけどね。でもそこまでなんていうんですかね、精神的にももうなんかこう蹂躙されているというか、忠実であることを求められ、そして忠実であることを常に証明しようと思っているこの私たちの悲しい政治システムの現状が、なんかその内部文書からも垣間見えるんですね。で、逆に言うとですね、それを見て思ったんですけど、どんなつまらないことでもシステムがあると見たくなるんでしょうね、アメリカの側からすれば。で、私たちもそうかもしれません。どんなつまらないことでも Facebook があると人が何してるか見たくなるんですよ。どうでも人がね、何を昼食べたとかね、今日の午後何をしたとかね、そんなことあるとよく考えるとどうでもいい、知らなくても別にいいことなんだけれども、でも監視のツールがあると、それを使って何かしたくなる、それを見たくなる、人の生活を覗き見したり、人が考えていることを知りたくなったりするっていうのは、多分有史以来私たちはこうやってインターネットを持ってこんなに簡単になった時代はもしかしたらないかもしれませんね。人の噂話以上に簡単にこうつぶやきみたいなことがね、この人がもしかしたら受け手が誰もいないかもしれないような情報を発信することだってあるわけですね。でもそれすらも見ようと思ったら見ることができる、赤の他人でも友達でも見ることができる。で、そういうなんか巨大な監視システムが一旦出来上がると、それによって、いろいろな監視が、こう重要性とかそういうことを無関係に見て、かつ見られる関係に入っていく。それはある種の今の時代の監視の性質を表してみるんじゃないかなというふうに思います。で、次はですね、世論社会心理操作、これはちょっと重要で、まあ、あんまり今日たくさんお話できないんですが、簡単にお話するとね、これ GCHQ の内部文書なんです。で、これはですね、一言で言うと、市民運動をどうやって解体するか、どうやって弱体化させるか、あるいは、市民運動だけではなくて、まあ、宗教団体ということもあるでしょうし、経済団体、NPO ということもあると思うんですが、まあ、正義、
の政府に対して異議申し立てをするであるとか、あるいは今の政権を変えようとかですね、今の政治を変革しようというような人たち、のグループをの中の弱みが、まあ、フラクチャーポイントっていうのはそのまま割れ目みたいな、ひび割れです、ひび割れを、どこにひび割れがどこにあるかを、見つけて、そしてそれを利用する、ためにはどうしたらいいか。で、左側には、Things that push a group together、 これどうやったらそのグループが結束するか、どういう時に結束していくか、反対するものがあるとき、それから同じようなイデオロギーを持っているとき、それから、同じような思想、心情を持っているとき、まあ、こういうときにそのグループというのはまとまると、すごい団結力が強くなる。そして、反対に、じゃあどうやって the things that pull a group apart、グループをバラバラにするものは何かといったら、これは個人的な、まあ、力、そのグループの中で個人的にほら力を持っている人がいて、その人のほら、なんかやたらと、ね、その人が全部決めちゃうとか、その人がなんか、ほら、何でも口を出してくるとか、そういう時に、こう、ちょっとグループがギクシャクしてくるとか、それから、pre-existing cleavage、なんか、もともとある、なんか、分かれ目、割れ目、もともとある違い、メンバーの中、それから、コンペティション、競争ですね、メンバー同士の競争、それから、イデオロギー的な違い。こういうものがあるときに、グループはだんだんバラバラになっていく。だから、このグループを解体したいときには、この右側にあるようなことを引き起こせばいいわけですね。それで GCHQ は何を、研究してやってるかっていうと、例えばメンバーについての誹謗中傷のメールを流す。家族のふりをして流す。この人には健康問題があるという。ね、あるいは、この人はお金に問題があるという。でこういうような情報をネット上にですね、流したり、あるいはそのメンバー間の間に流すようなことをして、社会的な信頼を失わせたり、グループの中の信頼を失わせたり、そういうようなその情報操作と、社会心理操作というのはどうやったら、例えば有権者がこの政党に、投票するか、どういう順番でオンライン上で質問をしていけば、最後には自分のグループを支持しますっていう方にクリックするかとかですね、賛成投票、反対投票とかもありますよね、オンライン上でいろいろな、そういう投票システムに、投票システムを一定の方向に導くための研究、こういうことも全部は、ね、今、オンライン上ではある意味ですごく簡単になってるんですよね。でしかも自分の素性を知られずに、それを、匿名ですることができる。でこういうことに、NSA システムが使われている、まあ、そのメンバーが何を考えているか、どんな問題が起きているか、自分たちは見えないようにして、その遠くから、まあ、遠隔操作を行っていく、介入していく、そういうことにも NSA システムは使われています。そして、調査報道ジャーナリスト、内部告発者、スノーデンのようなですね、内部告発者であるとか、そのスノーデンをの、まあ、言いたかったことを世に伝えた、ローラ・ポイトラスという映画監督や、あるいはグレン・グリンウォールドというようなジャーナリスト、こういう人たちもテロリストと同列の脅威として NSA はカウントしているということが、これもやっぱり ABC の報道ですでに分かっています。シティズン4という映画が、スノーデンのことは最初からとてもスクープ映像の連続みたいな映画ですけど、ご覧になった方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけど、中で、グリーンウォールドの、パートナーの男性が、彼の仕事を助けるためにベルリンまで行ってポイトラスのところに行くんですよね。でその帰りにヒースロー空港、ロンドンのヒースロー空港で身柄拘束されちゃうんですよね。で9時間かな、かなり長い時間一晩拘束されて、最終的には釈放されるんですけど、それは彼のつまり容疑っていうのは、まあ、あれをポイトラスとグリーンウォールドの間の、まあ、メッセンジャーをやっただけなんですよ。でも空港で止められて拘束される。そして一旦そのテロリストという容疑をかけられたんですね。こんなに今の世の中でアメリカやイギリスからテロリストと呼ばれるほど怖いことはないですよね。もう何でもされちゃうっていうことですよね。自分が空港で止められて、あんたテロリストよくかかってるからこっち来なさいって言われたら、
もうその後何が起こるかっていうことで、誰しもが深い恐怖を味わうのではないでしょうか。で彼はそういう立場に怒られて、まあ、すぐにですね、もちろん救済のために NIC とかいろんな人が動いて釈放はされるんですけど、そういう形でその政府に都合の悪いことを報道しようとしている、まあ政府が隠したくなるような民主主義のシステムに反するようなことを政府がやっている場合に、それを明るくし出そうとした、ジャーナリストたちの行動が妨害される、本当に最も知られなくてはいけないはずのこと、私たちが民主主義では主権者としてですよ、知らなければならない政府の悪事あるいは闇の中に葬られていることが、こういう形で抹殺されていく、そういうことにもこの NSA システムというのは使われている。そして最後に、私的乱用というふうに書きましたけど、これはスノーデンが私に教えてくれたワシントンポストの記事で、先ほど言いましたメリーランド州の NSA の本部だけで内部調査でですね、内部調査っていうのは基準が非常に甘いですね。その内部調査ででも年間3000件近くの私的な内容があった。でこれは、例えば自分の、配偶者のメール、電話を盗聴する、それから、元ガールフレンドとかですね、今の恋人とかも含めて、そういうそのすごく私的なんですね、まあ、関係の人たちの電話番号を盗聴するような、ケースが明らかになっています。でこれが本部だけで3000件近く1年間でですね。ということは先ほど見ましたように米軍基地とかアメリカの大使館とかですね、世界中にその情報拠点監視拠点あるわけです。ここでシステムにアクセスできる人がいっぱいいるんです。日本だけでも1000人と言われています。でこの人たちがですねの数まで入れたらですね、1年間だけで3000件ですから、まあ年間でもっと軽く1万いってですね、もっとそれ以上の数になる。しかももうこのシステムはずっと膨張し続けて15年ですから、それぐらいの、まあ、これもまた天文学的な、ね、数字になるかもしれないっていうぐらい先ほども言ったようにやっぱりシステムがあることで使ってみたくなる、まあ、ある意味では原爆もですね、やっぱりテクノロジーっていうのは作ったら使いたいんですよ。使うために作ったわけですから。でそれを日本に落としたようにですね、この盗聴システムもやっぱり世界的なものすごい、まあ、権能を与えられるわけですよ。それを使う人は、まあ、大統領が核ボタンを握っているのに近いかもしれません。ある意味でもう少し気軽に使えるし誰からもバレないからって言って、それで、まあ、簡単にそういうその乱用が行われてしまう、ある種その技術に誘導された、誘導されて人間の欲望が、まあ、あらぬ方向にこう導かれているのかなというふうにも思います。で最後これは、まあ、スノーデンの言葉なんですけれども、監視は最終的に権力に抗する声を押し潰すために使われている。反対の声を押し潰すときに僕たちは進歩をやめ未来への扉を閉ざすことになる。でというわけでですね、監視、システム NSA のシステムを、は何なのかと。でこれは私の結論ですけれども、これは、アメリカの一方的な優位、圧倒的な勝利、常にナンバーワンである、ことの優位のための監視システムであると。でこれを保持することに、もちろん最初はテロという大きな目的もあったかもしれない、それを信じた人もたくさんいたでしょうし、今でも信じている人もたくさんいると思いますけれども、じゃあ実際に今何に役立っているかといえば、これはやはりアメリカの一方的な、監視というか権力体制をですね、維持するため、そして強化するために使われていっていると、言えるのではないでしょうか。でこのユニラテラルという言葉は、ブッシュ政権がイラク戦争を始めた時にですね、よく使われた言葉なんですけれども、世界中で反戦運動が起きたんですよね、にもかかわらずブッシュは戦争に踏み切って、そして多くの人が本当に向こうの命がですね殺されました。でこういうその一方的な聞く耳持たないやり方というのがブッシュ政権が去った後でもやはり今もしっかりと私たちの社会の中にですね土台として残ってるんですよね、今政治構造の中に。で
これはオバマ大統領になってもそれは一緒で、オバマはこの NSA のシステムを改良するとか、あるいは抑制的に使うということはありませんでしたし、スノーデンがの告発の、理由もそこにあったわけです。で彼はオバマが変えてくれるというふうに期待したんですよね。でもそれは起きなかった。むしろその強化する方向にしかいかなかった。そこで彼はやっぱり自分はこれを告発しなきゃいけないという思いをどんどん強めていくんです。でそういうアメリカのユニラテラルなシステムとしての側面はですね、しかし、だからといって、なんかすごく単純なものではなくて、その網の目の中に、他の国々もみんな織り込まれてるんですね。でここには日本ももちろん織り込まれていて、先ほどのようにそのターゲット東京で明らかになったように、日本政府はその被害者、ターゲット東京の中では被害者です。そして、欧州の各国、西側各国の首脳もまたフランスもドイツにしても、どこの国も、まあ、盗聴、このアメリカの盗聴を避けることはできないという点では被害者なんですけれども、一方でこの監視システムの中、の、まあ、協力者となっている、側面もありまして、でこれは私 の, インタビューの中で一番驚いた彼の一言だったんですけど、実はその日本の特定秘密保護法はアメリカがデザインしたものであると彼は言ったんですね。でそれは、彼が日本にいたのは2009年から、2年間横田基地の中の NSA で勤務してたんですけれども、そこにいる間に、まあ、日本側のパートナーが一緒に仕事をする人たちが来ると、そうすると日本側の情報機関も、これとこれについて知りたいっていうようなことを言うらしいんですね。でそうするとアメリカ側は、いや、あなた方に情報を提供しないのはやまやまだけれども、それは日本の法律で禁じられていると、日本の市民、日本の政府が日本の市民を監視することは憲法に反しているから我々できない、でもこの程度の情報だったらどうぞって言って、まあ、例えば匿名化した情報とかですね、そういう情報をちょっと、まあ、相手の顔を立てて渡すんだそうです。でももしもっと多くのことが知りたかったらこういう法律を作ったらどうですかと。でそれは政府の中に秘密が保持しやすい、一般世間一般に知られることなく、政府が保持しやすい仕組みができれば私たちももっと詳しい情報が提供できます。であなた方はこういう情報、まあ、法律が欲しくないですか。でそれは必ずしもですね、法案の一条一項をですね全部アメリカが書いた、そういう意味じゃないです。そうじゃなくて構想としてですよ、アイデアとしてそういう合成ができればアメリカともっと情報ができる、まあ、ある種のパートナーシップとしての格上げが日本側にとってはされるわけですという、まあ、イメージを与えて、で欲しいですか、欲しいですよね、欲しいでしょというふうにずっと言われていくと、なんか欲しいような気になっちゃうっていうことが起きたんではないかって、で、まあ、大体それが日本だけじゃなくて他の国でもそれが常套手段だっていうんですよ。彼はアメリカが持ちかけるそういう秘密保護法制を作っていって、自分たちともっと多くの共有ができるようにしようとしている。で私もこれはなんか秘密保護法の秘密保護法は日本でも世論の強い反対がありましたし、国会でも強行採決ですから、これは決して民意に沿った法律ではないんですが、その中の批判的な議論の中でもですね、こういう議論は今まであまりなかったかなと思うんですね。アメリカの作っている、監視システムとのという、まあ、もっとこう国外の状況も含めてですね、これが何を意味の、どういう意味を持つのか。でちょっとこうそういう意味ではですね、ちょっとこう視点をこう引いて見てみますとですね、日本だけではなくてやっぱりいろんな国で今こういう方向に行ってるんですよ。でアメリカのペイトリアットアクトみたいな法律はカナダでも去年、まあ、似たような法律がですね法案が可決されて、でハーパー政権という保守党下でこれも世論の圧倒的な反対をもう押し切って強行した法律なんですけど、新しい政府になっても廃案にしないんですよね。今度はリベラルというところが政党になったんですけど、そういう形でシステムってやっぱり残っていくんですよ。で権力はそれを自分の力になると思ってますから、それがツールになるなら自分の政権の安定につながるならば何でも使
っちゃうという形で残っていて、で、まあ、他の、まあ、今世界中ですね、かなり強権的な政権がどこの国でも現れていて、でナショナリズムなんかも強まっててですね、紛争とか暴力が今もう本当に蔓延しつつある世界状況だなと思うんですけれども、その中で政府が秘密を保持していく、でその時に、これが国家の安全につながりますとかですね、セキュリティですとかですね、そういうロジックで、こういう秘密の保持というものが国家の秘密なんですね、がどんどんその巻き起こってるのは、これはやっぱりアメリカという超大国の、打ち出している政策ともちろん関連があるわけなんですよね。だから、まあ、こういう側面から考えて、今後、まあ、後でできたらお話したいと思ってますけど、いろんな別のですね、秘密保護法だけではなくて、日本の監視の仕組みっていうものがどうこの NSA システムとリンクしていくのかっていうことは、いつもこう考えていった方がいい点ではないかなと思います。そうするとですね、この秘密保護法下では、日本は、よりアメリカに協力しやすくなるわけですね。もう秘密は守られると、これとこれっていうふうにファイルを指定すれば、それは一切私たちの目に明かす必要がなくなったわけですから、アメリカから、日本の資源に関する情報をもらっても、それを、請求されてもですね、公開請求されてもそれは秘密ですということで、全く明かす必要がなくなる、他の国との関係もそうなのかもしれません。そういうわけで、これは、アメリカのシステムからも私たちはそのメールなんかを補足される、可能性があると同時に、日本の日本政府が自分たちでやったことを私たちに明かさなくてよくなっていくわけですから、そういう意味で二重の監視が働いていく、市民一人一人個人にとってはこれはやっぱり二重の抑圧、息苦しい、もっと息苦しい社会になっていくんではないかと思います。これは私の研究テーマで、もあるところなんで、本当は詳しくお話したいんですけど、全然ダメなので、簡単に走るとですね、この、NSA のシステムっていうのは、もうあんまりにもテクノロジーがすごくてですね、そんなことできるようになったのかっていうことで、もう技術の方に意識を奪われちゃうんですけど、実は、こういう監視のテクノロジーっていうのは、やっぱり歴史的な背景があって、で、現在私たちを取り巻いているですね、識別の技術、識別っていうのは個人が誰であるかっていうことを、まあ、見定める、同一性を確かめるとか、あるいは振り分けていくっていう意味があるんですけど、その識別の技術っていうのは、近代国家の始まりから、始まりか、まあ、それ以前からもちろん関心はあるんですけど、近代のシステムの中で整備されていてですね、で、一つよく言われることは、それは官僚システムだと。官僚は官僚制度の中で、まあ、この人には、この人は有権者であるとか、この人は学歴に達したとか、この人から税金をいくら取るとか、この人は、徴兵していい年齢であるとか、そういったことをその官僚システムの中で処理していくために情報収集が始まった、あるいはその市民権としての、個人の側での権利が確立していく中で、こういう情報の収集が始まった、福祉国家という枠組みの中では、誰にどういう給付が必要か、どういうケアが必要か、どういう援助がですね、必要か、そういう意味でも個人の情報を国が集める必要が始まった。そして、忘れていけないのが、資本主義という枠組みの中でも、効率的に仕事をこなす、それ上司が見ていてちょっとその無駄話しなさいとか、キーストロークは、1分間に最低300回とかですね、そういうその職場の監視ですね、これはテーラーイズムとかフォーディズムとかいう言葉もありますけど、そういうオートメーションのいろんなことが自動化されていく、近代の大きな工業化の中で、私たちの身体が、効率よく働く身体に作り変えられていったっていう、そういう、一面もあると思います。そして、これは私の強調したいところなんですが、そういうその近代とか民主主義の発達というのの裏側でですね、実は最も厳しい監視の技術というのは、占領地や植民地、欧州、アメリカ、日本、そういう国々が植民地や占領地にしたところで、実は開発されているんですね。で、例えばこれはいい例は指紋です。
で諮問というのは、イギリスが、大英帝国がインドを植民地にしていた時に、開発した技術です。で、インドでまず最初に使って、それからやはり大英帝国 の、 植民地であった南アフリカでテストして、そして最終的に本国でもその刑事諮問とか使っていくんですが、第一義的には植民地の人間を振り分けるために、開発されて、一発でこう見れば、ね、分かるというような、そういう同一性の印だったわけです。で、その目線というのはですね、やっぱり白人から見て、カラーの私たちの言いますと有色の人たちというのは見分けがつきにくい。で、その要するに顔はみんな同じに見えると、だからその違いが一発で分かるようにしたいわけですよ。で、しかもですね、そこにはみんな嘘つきだと、植民地の人間はみんな嘘つきだと、嘘つくと。で、本当にこういうことは文献にも書いてある。アフリカの人はみんな嘘つきだとかね。で、それからインドの人のことは犯罪部族とかいうふうに決めちゃうんですよね、犯罪を犯すって。で、それは一つにはそのもちろん西洋から来て全く違う文化圏ですから、理解不可能なんですよ。いろいろなことがコミュニケーションの違いも違えば生活様式も違うわけです。その中で相手を把握するためにこういう技術が、やっぱり識別という意味で非常に便利なものだというふうに考えられた。だから、諮問というのはある種の科学ですよね。けれども、その科学的な識別の根っこには、やはり相手に対する疑いや相手に対する見下すような気持ちですね。自分たちは白人種で、より、優れた民族であると、相手は劣っていて、遅れていて、それでこっちに行けることが通じないとかですね、そういう、そういう見下したり、支配する、そして何よりも反抗させない、自分たちに歯向かってこない、徹底的な支配をしで、そのことによって、植民地から、いろいろな、労働力、それから資源というものを西欧諸国、日本も含めて取っていったわけですから、これはやっぱりその、本国が繁栄するための収奪の、大きな国で収奪のシステムの中で、植民地を管理していく、植民地の人口を管理していくという中で識別 の、 仕組みが開発されていったという歴史的な背景があるんですね。ではその、そういうその指紋とかですね、今もう顔認証とかですね、証文の手の形、あるいは行動、歩き方とかで識別する、そういういろいろなさまざまな識別のシステムがもうかなり日常にもあふれていると思うんですけど、こういう監視がなんで今全ての人をターゲットにするようになったのか、こう NSA システムのようにもともと容疑があるとか疑わしい人だけに絞るのではなくて、どうして私たち全員を、しかもアメリカの場合にはもう世界中の人間を標的とするような監視に どうしてなったのかと。で、これが、私のそのさっきこの植民地 の、 監視の起源ということに、ね、こうですね、ルーツに関心があるので、そういう視点から見るとですね、これはやっぱりその外部にあったより過酷な監視、内部に監視がなかったわけじゃないですよ。でもより過酷な監視というものが、今やっぱり、国家のその列強の、国家の外部から内部にどん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 広がってきている、拡散している、そういう状態じゃないかと。で、そういう意味ではもう監視を逃れられる人っていうのはいなくなっちゃったんです。権力のいくら中枢にいても、その人の電話は聞かれてるかもしれないし、メールは集められてるかもしれない。これは必ずしもリアルタイムの監視は意味しません。先ほども言ったようにその大量摂取っていうことはですね、どん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 データベースに入ってくるってことですから、それを何かあれば検索してみるっていうようなことを NSA の分析官は実際にやってるんですけど、でも全ての人を記録する、そういう、時代に入ってきてる。で、全ての人々では疑う権力、これは何なのかなというふうに考えたときに、データがたくさんあれば物事が予測できるのではないかと。この人がこれこれこういうことを今までメールでやり取りしてきたから、考えてきたから、次にこの人はこういう行動に出るだろうという、
そういう未来の予測っていうのが権力のある種のターゲットに今なってきてるんですね。だから私たちが今何をしてるかっていうことの情報を集めてるんですけど、実際には次に何をするかを知りたい、そしてそれをブロックしたい、自分たちの、今の力の維持に、役立たないものはブロックしたい。でそういうその介入の手段としてデータの収集が盛んに行われるようになってきている。ここまでお話しして、まあ、そういう意味では権力が確実に変容していっているなというのはお分かりかと思うんですが、一方でこの間堀田芳恵のこれをお配りしているんですけど、堀田芳恵の北条記式っていう、まあ、これずいぶん前に書かれたもの、戦後書かれたものでありますが、読んでたんですね。私この部分に行き当たってあらと思ったんですよね。まあ、未来の話をしているようでいて、なんかちょっと私は忘れていたことかなと思って、ちょっとその部分を読みたいんですが、堀田芳恵がですね、堀田芳恵という有名な皆さんご存知の作家ですけれども、1944年に、公爵で元首相だった近衛文麿という人が書いた天皇への上奏文が戦後発表になって公開されたんです。でそれを読んでいて堀田芳恵は、支配階級というものは面白いことに等質である、同じようであるということの奨励として、国民というものの無視あるいは敵視というものを感じたと言ってるんですね。で少数軍人の多数も右翼も左翼も官僚も皆共産主義者である。これは骨踏み丸がそう一丸となって書いてあるんです。昭和天皇の中で一億独裁を叫ぶ声さえがついに革命の目的を達成とする共産分子などに睨み折り候というふうに書いてあるとなるに及んでは、疑心暗鬼悲惨というほかないと堀田氏は感じている。で 99% の国民の苦難など痛快なほどに無視されている、天から問題にもされていないという書いてあるんですね。でこの国民というものの無視あるいは敵視全部ですよ。もうこの1944年ですから日本の敗色がもうかなり濃い時期です。ほとんど戦争はもう負けるようなぐらい、まあ、いろいろ町が焼かれてですね、苦しんでいる人たちが、戦争の被害を受けている人がどんどん増えているにもかかわらず、その時の、指導者層が考えていたことというのは、私たち、まあ、その焼け野原で泣いている私はいなかったですけど、焼け野原で泣いている人がかわいそうとかですね、なんとかしてやるとか、どうしようこんなことになっちゃってとかではなくて、この人たちがみんな自分たちに歯向かっていくんじゃないか、そればっかり恐れてたんですよ。でこのメンタリティっていうのはちょっと普通じゃないんですよね。つまり私たちの生活感覚の延長線上でこういう監視の仕組みが、ね、どうして必要なのかっていう考えがちですけど、支配する側というのはやはりどこかいつも民衆が自分たちの側に歯向かってくるんじゃないかということを非常に恐れているし、できればその機会を全部潰したい、そういうその次に何をしでかすかわからない人間、まあ、それこそが人間の創造性であり、また個人が個人であるということの証明だと思うんですけど、次に何をするかわからない、じゃなかったらコンピューターですからね、プログラムされた通りに動くんだったらコンピューターと一緒です。でもその人間の人間であるがゆえの、自由をやはり指導者層というのを恐れる。それはもう特定の個人ではなくて、ほとんど全ての人のその自由を恐れている。それが、この、堀田の文章の中に描かれてるなというふうに思ったんです。でこれがもちろんね、今の時代のにそのまま当てはまるかどうかっていうのは考えなきゃいけないところですが、少なくともこの古代妄想的な NSA システムを作っているのはメンタリティとしては何かを言い表しているのではないでしょうか。で最後に30秒で話します。結果の不平等、にもかかわらずですね、私たちみんながターゲットになっているにもかかわらず監視の結果というのはこれは決して平等ではありません。みんなで赤信号だったからみんなが助かるんじゃなくて、隣の人は助かっても自分だけ死んじゃったりする、そういう監視の結果というものを、私たちは認識しないといけません。でそれは世界的な規模で見るとですね、今でも最も過酷な監視に直面しているのは、難民とか、移民とか、社会の中での少数者、そしたら、今の世界的にムスリムの人たちですね、アメリカ社会でもそうです、日本でもそうです、そして
旧植民地の出身者、こういう人たちが人種差別的な、技術の上に乗っかった監視に、すごく細さのターゲットにされている。でこれちょっと珍しい写真かと思うのでお見せしますが、これ私が何月の会議だったかな、カナダの会議であったプレゼンテーションお願いして私に来てもらったんですけど、これ場所、正確な場所聞かなかったんですけど、これ難民キャンプなんですよ、中東の。そして、難民キャンプに逃げてきた人たちなんですね。すでにもう木の実木のままの戦火から逃れてくるわけですから、シリアとか爆撃されて、もうそういうところに逃げてくるわけですね。でそうすると公的援助を受け取るために何も持ってないです、自分を証明するもの。パスポートとか、免許証とかないんですよ。そうすると何をしなきゃいけないかというと、ここで身体情報を提供するんです。でこれは交際です、アイリス。アイリスの写真を撮ってるんです。でそれとか指紋とかですね、顔認証とかですね、そういう身体情報を提供しなければ、公的援助を受けることができないです。国連とかそういったところではですよ。で今、日本政府もですね、マイナンバー制度を災害救済に使うと言ってますけど、自分をね、証明する必要があるんですか、おにぎり受け取るなら。困ってて、地震で家は潰れて、あるいは火災で逃げてきてですよ、どうしてそこで公的な援助を、あるいは私たちが隣の人を助けるときに ID 見せてくださいって言いませんよね。でもしそれが本当に公の問題であるならば、それは困ってる人は助ける、援助が必要なところには届ける。それは熊本地震でもね、もちろんそれが当然そういうふうにされるべきですし、福島でも、地震でも天災や災害に遭った人たちっていうのは当然その援助を受ける必要があるにもかかわらず、それと差し替えに全て、いろんな身体情報を取られたり、遠くから来てとかそういうことを全部つまびらかにしなければ、どこの誰であるかということを証明できなければ、援助を受けることができないっていう、これはこのターゲットになっているのはやっぱり圧倒的に南から来た人たちなんですよね。ちょっと想像してみてください。もしこのスカーフかぶった女性がですね、白人だとしたら、ヨーロッパでこういうことが起きているとしたら、なんかすごくちょっとありえないなっていう感じが皆さんされませんか。分かんないけど、今の難民の難民の人たちの写真なんかを見ると、私いつもそれを思うんです。もしこの規模の難民の問題がヨーロッパで起こっていたら、ことはこんな簡単に、なんか日常はこんな簡単に何もなかったから続かないんではないかって。多分ヨーロッパの首脳ももっと真剣に取り組んだしだろうし、もっと一人一人の命が命として重みを持って尊重されるんではないかなっていうふうに思うんです。でこれはやっぱり人種的な差別とか壁とか命の顕著ですね、重さと軽さが聞かれているような気がしてなりません。そういう意味で、その監視のシステムがですね、現在 の、 その地球的な規模での差別とか不平等、そういうこととも繋がっているということは、